皆様、こんにちは、こんばんは、おばんでがす、えー。今日はですね、あのー、前回の Q&A のご質問でお答えできなかったご質問にお答えしていこうと思います。す、え、で、ー、にあるものだったら申し訳ありません。指輪を作る予定はありますかえっと、私がプロデュースしてるあのー、アマテビジューに関するご質問なんですけど、指輪はね、あのー、すでにもう今発売されてまして、こちらですね。 私が今つけてるのはローズクォーツなんですけど、あとクリスタルと2種類ございます。ピアスをイヤリングに変更可能ですかえっと、変更可能なものがほとんどなんですけど、フープピアスはあの、イヤリングにはできないです。えっと、アマテビ州のウェブサイトのコンタクトからお問い合わせをいただくと確実かと思います。前回ね、あの、お答えできなかった夫婦、家族関係のご質問なんですけど、夫婦円満の秘訣は 家庭円満、夫婦円満のために意識していることはありますかえっと、あの、私たちが日常生活で最もよく言う言葉がありがとうなんですね。で、これはあの、夫と出会って間もない時に、あの、彼がね、あの、日常生活のいろいろな場面で、端々で、コンビニの店員さんとかにもね、ありがとうって言ってるのを見て、 ああ素敵な方だなと思って、見習いたいなと思って、それから私もあの、ありがとうっていう言葉を本当に使うようになったんですけど、あの、私たち家族はね、あの、本当にお互いにありがとうっていう言葉を常に言い合ってまして、まああの、ちょっと人間だからね、機嫌が悪い時とかもあるじゃないですか。もうでもそういう時とかも、あの、まあ何かしてもらった時とか、 そうじゃない時でも、お醤油渡してくれたらとかでも <laughs>、ありがとうっていうことを素直に、あの、言い合ってます。みんななんですけど、私も夫も、えっ、ー、と、息子も、娘も、ですね。そして、あと、すごく意識してるのが、出かける時あの、夫が出かける時は、もう絶対に、あの、愛を持って見送ること。あの、まあ、例えばね、ちょっとあの、喧嘩して、してる、することはないんですけど、 まあちょっと、お互いにね、機嫌が悪かったりとか、すごく忙しかったりとか、あの、バタバタしてる時でも、もう絶対玄関で、あの、愛を持って見送るようにしてます。うん。っていうのも、あの、ゾウのね、お父さんの <laughs> YouTube を見まして、あの、ご存知ですかすごいあの、泣けるやつなんですけど、あの、どなたかの歌なんですけど、 あのー、ある日、ゾウのお父さんのとこに死神がやってくるんですね。で、それで、あの、余命が、あと数日みたいな感じで告げられて、で、まあ、ゾウのお父さんはそれで、家族にね、あの、言ったりして、ゾウのお母さんがこう、洗濯物を乗ったみながらポロリみたいな、もうちょっと今言ってても泣きそうなんですけど。で、まあ、それを見たりして、さらになんですけど、まあ、それを見る前から心がけてはいたことなんですけど、 本当にね、あの、出かけるとき、どちらかが出かけるときって、もしかしたら根性の別れになるかもしれないじゃないですか。で、まあ私はすごい極端なんでそういうことも考えちゃうんですけど、なので、あの、まあ出かけるときはどんなに、あのー、お互いに何があっても、あの、絶対に笑顔で愛を持って、ラブで見送るようにしてます。そしてありがとう。旦那様と意見が食い違うときはどうしますか 私たちもすごく話し合うんですけど、よく何でも話すんですけど、よく話し合って、その結果、どちらかの考えに納得して受け入れるっていうことが多いですえ。ご主人と喧嘩をすることはありますか仲直りはどのようにしていますか そうですね。あのー、まあ、何かあって、どちらかが100%悪い場合は、もうお互い素直に謝るので、そういうことで喧嘩になることはないんですけど、まあ、ほとんど喧嘩すること自体ないんですけど、まあ、1年に1回くらいはあるかもなっていう感じで、うん。まあ、人間なのでね、あのー、ずっと一緒にいたらね、些細なことでイラッとすることもあるじゃないですか。 まあそういう、ちょっとイラってすることがあっても、流せばいいのに、それを受け止めて、相手に投げつけて、あの、喧嘩になっちゃったら、お互いに悪いと思うんですね。なんで、まああの、最てぷいって、ぷいってなっちゃった時は、あの、気持ちが落ち着いたら、もう、ごめんねって言いますね。あとはまあそれでね、あの、仲直りってもうすぐなるんですけど、うん。 まあ、あとはね、あの、東北弁で話したりすると、さらに和みます。はい。まあ、その、年に一回あるかないかぐらいの喧嘩なんですけども、まあ、子供の前ではもうもちろん絶対に喧嘩しないように、っていうふうには決めてます。旦那様の尊敬するところは、そうですね、まあ、あの、すべてですけど、あえて一つあげさせていただくならば、 あの、彼はとても頭が良くて白色なんですね。でも本当にいろんなことを教えてくれます。はい。旦那様との結婚の決め手が知りたいです。まあ、あの、ずっと一緒にいて、あのー、愛情と誠意を毎日感じてましたので、ですね。えー、窪坂洋介さんの映画ではどの作品が好きですかまあ、こちらもね、もちろん全部好きなんですけど、 あのー、えっと、現在公開中のシンクロックがとっても面白かったので、おすすめです。えー、浮気の心配しませんかそうですね。えー、心配はしません。家庭を大事にしてくれてるっていうのはもちろんなんですけど、まあ、あのね、えー、もし浮気をしてたとしたら、知った時に悲しめばいいだけなので、あのー、心配してる時間は無駄なので、全く心配しません。 え、焼き餅を焼くことはありますかそうですね。まあ、ないって言っちゃったら、あの、色気も何もないのでね。あの、お互いに冗談でもね、焼き餅を焼くっていうことは必要なんじゃないかなと思ってます。おじいちゃんおばあちゃんになってもね、焼き餅を焼き合えるような関係でいたいですね。あの、仕事関係に対しては全くないです。え次は子育てに関しても、たくさん、あの、ご質問をいただきました。えっと、 子育てで大切にしていることを教えてほしいです。子供に接する際に気をつけていることはありますか、えー、感情的に起こりすぎて反省の日々です。えっと、私の娘と年の近い女の子がいます。子育てで気をつけていることは何ですかえっと、子育てで気をつけていることなんですけど、私はあの娘が言葉が喋れるようになる前から、 いいことも悪いことも、あの、いろんなことを説明するように、あの、心がけてきました。娘が疑問に思うことは、もちろん全部、あの、答えるようにしてますし、叱る時もね、あの、怒るのではなくて、なぜダメなのかっていうのを目を見て、きちんと説明するようにしてます。これもまたね、人間なのでね、感情的に怒ってしまうことももちろんあるんですよ。なんか、ちょっとね、あの、なんか危ないことしちゃったりとかしたら、 ダメみたいなことを言っちゃうときもあるんですけど、まあ、感情的に怒ってしまうことがあったら、あの、ちょっとすぐにね、あの、ごめんねって、あの、そうやって怒っちゃってごめんねって言って、でも、なんで怒ったのかっていうのを、あの、きちんと説明します、その後に。子供ってあの、すごく親を見てて、親を真似するので、真似してほしくないなって思うことはしないようにしてます。 ま、言葉遣いであったりとかね。で、あとはね、あの、スキンシップをたくさんすること、もう抱きしめること。で、あなたが大好き、宝物だよ、生まれてきてくれてありがとうっていう気持ちをあの、一日に何度も何度も伝えます。うん。これは意識してるというか、もうしてしまうんですけど、言ってしまうし、やってしまうんですけど。それってね、でもすごくあの、子供にとっていいんですって。あの、最近子育ての本を読んだんですけど。 で、あとあの、見て見てってあるじゃないですか。で、見て見てにも絶対答えるようにしてます。ご飯作ってたりしてね、あの、忙しい時とかは、ちょっと待ってねって言って、でもそんな後必ず見に行って、そしてあの、感想を言います、必ず。まあ、絵を描いてたりしたらね、あ、すごい、ここの色使いがいいね、とか、あの、このデザインがいいね、とか、特徴がよく描けててすごいね、とかって、あの、結構詳しい感想をね、言うようにしてます。 逆に、しないようにしていることは、あの、他の子供と比較すること。これは、あの、やる気を奪ってしまうし、自尊心を下げてしまうことにつながるので、あの、やっていいことは全くないと思ってます。お子さんのご飯はどんなものを作られていますか基本的には、あの、娘のご飯は、あの、野菜たっぷりのスープかお味噌汁、そしてご飯。 あとは、あの、まあ、彼女が好きな野菜のミニトマトとゆでブロッコリーと、あと、まあ、ま、キュウリの、あのー、お漬物とか私が作るものなんですけど、それと、あと、まあ、メインのおかずっていう組み合わせが定番ですね。で、まあ、あの、メインのおかずはね、日替わりでお魚、お肉バランスよくと思ってます。で、あのー、デザートは焼き海苔と果物。彼女はね、味がついてない焼き海苔がすごく好きなので、 まああの先にね本当は食事の最初の方とかに食べた方がまあいいんですけど、まあすごい好きなので、ちょっとお腹いっぱいになっちゃってもえだし、デザートっていう感じにしてますねで。あと果物が大好きなので、食後には必ずあの果物をちょうだいって言ってきます。4歳の娘がいます。娘ちゃんは習い事は何をしていますかえっ、ー、と、今はピアノ、バイオリン、 あと、体操クラブ。あとは、能力開発教室のピグマリオン幼児教室に通ってます。これはね、あの、PR でも何でもないんですけど、あの、ピグマリオン教室に通い始めて本当に良かったなって思うことが、あの、算数とかね、まあそういう計算とか能力もすごくもちろん上がったんですけど、何よりも、あの、すごく穏やかになって、とても落ち着いて、あの、すごく集中力が上がって、何事にもあの、 忍耐強く取り組めるようになったんですよ。で、それがね、もう本当に、あの、良かったなって思ってます。詳しいことは、あの、洋介さんの、えっと、今を良くする TV で取材されてますので、そちらを良かったらご覧ください。子供と何して遊んでいますかそうですね、あの、まあ、遊ぶときはお人形ごっこをしたり、まあ、彼女お人形ぼっこって言うんですけど、まあ、おままごととかしたり、あとお風呂にでもね、おままごとはしてますね。 はい。あと、寝る前は必ず絵本を読む。そして、お休みの日は一緒にお菓子作りをするのが好きですね。まあ、あの、一緒に映画を見たり、テレビを見たりももちろんしますよ。最近は、あの、娘が、あの、ママが子供の頃はどんなテレビを見てたのって言って、ママが子供の頃のテレビを見てみたいとか言って、私が子供の頃に見てたガールズ選手的な、あの、ご存知の方は、はね、 知ってる人は知ってる。シュシュトリアンとか、中華なファイパイとかを見たりしてます。見れるんですよね。フールーとかでね。えー、ピンキーさんの受け答え方が好きです。ありがとうございます。メンタルコントロールの秘訣をお聞きしたいです。あのですね、私はあの、非常にメンタルが強いんですよ。まあ、あの、あまりでも事に動じないというか、なんですけど、それっていうのも 前の Q&A の動画の最後の方でもお伝えしたんですけど、えっと、いろいろなことを経て経てきたから、あの、強くなっていったと思うんですけど、ここ数年はですね、あの、もし嫌なこと、悪いことが起こったり、頑張ってるけどなんかうまくいかないなっていうことがあったら、あ、神様が教えてくれてるんだなと思って、やり方を変えてみたりとかね、まあ結構発想を転換したりとかしてるんですね。 まあ女性なのでホルモンバランスとか月と星の関係だったり色々なことに影響されますよね。それっていうのはもう自分でコントロールしようがないので、まあ元気がなかったりとか落ち込む時とかはまあ今はこういう星の巡りなんだって思ったりしてね。でまあ無理に元気を出そうとしない。もうそのまんまで別にいいんじゃないかなと思ってもうゆっくりしたりしてます。精神的自立をするにはどうしたらいいと思いますか 恋人に依存、執着してしまいます。そうですね。あの、私も特に10代の時は、そう、本当にそうだったんですけど、恋人とか、パートナーに依存、執着、束縛、すればするほどもう離れていってしまうんですよね。もうこれは鉄板でそうだと思います。時間があったり、暇だったりすると、あの、恋人のことをすぐ考えちゃうと思うので、 何か、あの、恋人の他に自分が夢中になれることを見つけるっていうのが一番いいと思います。仕事に集中したり、勉強に集中したり、まああと他に好きなことをやってたりとか、まああとは自分を磨くために、あの、何か夢中になってやっていると、そういう人ってね、すごく魅力的に見えるんですよね。うん。えっと、苦手だなと思う人との向き合い方、付き合い方はどうされてますか そうですね。私、あのあ、苦手だなって思った人っていつの間にかいなくなってるんですよね。なんで、まあ、引き寄せない法則なのか、これは逆に。まあ、もしくは、自分が苦手だなって思っていたら、相手もそう思ってることも、まあ、多々あるかと思うので、そういう場合に逆にね、あの、愛を持って一回接してみたら、で、まあ、よくよく知り合ってみたら、 この人すごくいい人だなって思ってね、好きになったりとかすることもあります。あとね、あの、私の友達の例で、あの、とってもいいなって思ったのが、あの、普通に考えたら無理やろって思うような人のこととかをね、この人面白いって思って接してるんですね。っていう話を聞いて、あの、その考え方はすごくいいなって思いました。うん。えー、怒ったりイライラしなそうでおおらかそうです。 仏のようですが、怒りという感情はもう起こらないですか我慢ですか見守るですか呼吸ですかえー、そうですね、えー。仏みたいな時もあるし、鬼のような時もあるし、人間だものを言う、お湯って感じですかね。先ほどもちょっと申し上げたんですけど、まあ女性は特に、あの、ホルモンバランスが上がったり下がったり、もうすごく入り乱れてますのでね、 あの月や星に影響されたりもすごくするのであの浮き沈みまあ,あのそういう時があってもね自分を責めないで今はそういう星の巡りなんだなと思ってあのできることだけをしてあのゆっくり心と体を休めることが大事なんじゃないかなと思ってますそういう時は。そしてまたあの仏のような心を取り戻してねおおらかにいられたりするんだと思います。 引き寄せの法則、思考は実現するなどのエピソードが聞きたいです。本当にあの、引き寄せの法則は、まあ、実践してきてて、いろいろなことがまあ叶っているんですけども、えっと、この YouTube をね、始めるきっかけにもなった、モルディブのソネバジャニに行けることになったっていうことがもう引き寄せの法則があの実現したことなんですけど、コロナ禍でステイホームの時にね、まあもう、 その時はもう一生海外旅行行けないかもなんて思ったりしたので、その時にとにかく、あの、ソネバジャニーに滞在してるイメージをすごく、それを具体的にイメージして、あの、眠りにつくようにしてたんですよね。そしたらね、叶いました、それが本当に。まあ、あの、主人のね、お仕事があってね、まずデンマークに行くことになりまして。で、それが決まった時点では、 あのー、まだ水際対策が緩和されてなかったんですよ。でもまあこれを、この機会を伸ばしたらもう海外には行けないかもしれないと思って、えいって感じでもうあのー、入国とか出国の制限がまだある状態で、えっと、もう行くっていう日にちを決めてしまったんですけど、まあ6月だったんですけど、で、そうしたらだんだん日にちが近づくにつれて、どうやら水際対策が緩和されるらしいと。 噂が出だして、で、ついに、6月から、入国出国の規制が緩和されるってなったんですよ。で、これは本当にまさしく引き寄せの法則だなと思って、本当にびっくりしました、あの、私も。いつも余裕がありそうなのですが、心の余裕を保つ秘訣はありますかうん、あの、余裕がない時ももちろんあります。心のスペースを保つにはね、あの、まあ、心配しないことだったりとか、 いらない考えを排除したりとか、デトックスしたりとかですね。そして心のスペースをどん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 開けていったら、まあもちろん言葉通りに余裕ができると思いますので、あのー、そういうふうにしてます。そのための行動としては、あの、やるべきことをやりきってしまうこと、自分が心地いい状態を保てるようにすること、ですかね。自分を好きになるにはどうしたらよいですかとにかく自分を褒めてあげる。まあもう生きてるだけで素晴らしいんでね。 まあ本当に些細なことでも、例えばね、今日もお仕事頑張って偉かったね、とかね、あのー、今日も元気でいられて偉かったね、とかね、うん、すごく頑張ったね、とかってね、褒めてあげるっていうことが、まずはあのー、自分を好きになる第一歩なんではないでしょうか。えー、と、将来が不安で今を楽しめてません。前向きに過ごす方法を教えてください。あの、私にも若い頃そういう時期が、 あったんですけど、今が過ぎていったものが過去になって、将来、未来っていうのは今の積み重ねが未来になるので、結局は過去も未来もなくて、今しかないっていうふうに思ってるんですよ。なので、将来が不安だったら、私だったら、あの、どんな将来にしたいかっていうのを明確にして、まあ、ノートに書いたりとかですね、どんな将来にしたいかっていうことをまずはっきりさせて、で、それに必要なことを行動する。 えっと、素敵な人と結婚するっていうことが、あの、将来の目標だとしたら、まあ自分を磨くこと、あの、美容だったり、知識を磨いたり、あとまあダイエットしたりとか、素敵な人になろうっていうことをして、あとはまあ出会いの場に出向くとかね。で、まあ,あとつきたい仕事があったら、その仕事に必要なスキルを、あの、勉強して身につけるとかですかね。 で、そういうことにね、夢中になってたら、不安は消えます。絶対。うん。ま,あ、まずこれは、私の考えなんですけど、将来というか、まず明日が来るっていうこと自体、誰にも約束されてないんですよね。もしかしたら大災害があったりとか、事故があったりとかしてね、将来どころか、明日すら来ないかもしれないわけですよね。なので、あの、私は心配とか後悔をあまりしないようにしてるんですけど、あの、今を、毎日を、 なるべく心地よく楽しく幸せに、なるべく悔いのないように、なるべく一生懸命に生きようって思ってます、私は。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。えっと、三寒四温で、あの、寒かったり、暖かかったりする日が続くと思うので、皆さんもお体を大事にしてくださいね。はい。そしてまた、あのー、お湯チャンネルでお会いしましょう。ありがとうございます。 またねー